ずっと母は編集者として仕事をしてきた人なので、まあ、そこで思いついたのがフリーペーパーだったんですね。多分初めて創刊号だと思うんですけど、ポスティングするときはもう家族みんなでポスティングをして、で終わったら商店街でソフトクリーム食べるぞっていうのをおだちんに走って配ってましたね。この町で例えば、まあ、悲しい思いをしている人だったり、まあ、孤独孤立、まあ、そういった不安を抱えている方がいたら、その人と人との出会いをつないでいけるようなその媒体でありたいっていう、まあ、大変な時ほど何のためにこの媒体が生まれたのか、もしもしの存在価値は何なのか、どれだけたくさんの人に支えていただいて今があるのか、そこは外したら続ける意味がないなっていうのは思ってますね。今37年目になり、もうここまで育てていただいた地域のために何ができるのか、どんな形でお役に立てるのかっていうのをまず常に考え続けていきたいというのと、これから先も今度は自分たちがいろんな方々のお力添えもいただきながら、一緒になってこの地域の方々と新しいことを起こしていくことができるんじゃないかなっていうのは感じているので、いろんな形でその地域のためにっていうふうに考えている皆さんの同志を自分たちがつなげていける役割にもなれたら嬉しいし、もしくはその方々の思いを形にするための自分たちがお力添えをできたらいいなとも思っています。